いやもう自分すごいずっと夢だったんで、もうなんか野球人生で立てることないって思ってた場所なんで、彼女らたちが甲子園に立ってる姿を見たいですね。甲子園を小さい時から見てるんで、この甲子園に立ちたいって思ったのがきっかけです。この観客がいて、演奏があって、そのテレビ放送もあって、もう輝いてる場所です。自分はあそこに立ちたいから頑張るって言ってたんですけど、父から、いや女の子はやっぱり出れへんから、それでも野球は頑張るんやぞという言葉をもらって、すごいショックやったんですけど、でもやっぱり野球が好きっていうのが一番あったんで、野球は続けようって思いました。女子野球っていう言葉があんまりなかった気がします。ゼロ内野でノックはなんか危ないっていうのも言われてましたし、体格差もありますし、スピード感の問題もあるし、まあ当時そうやってやってた前例もありませんし、社会の壁は厚かったなっていうところは高校生ながら感じましたし、10時から行くよ、10時から、すごく遠い存在、まあ、自分が立つことはない、いやもう時代の変化としてはもう歴史が大きく動いたなっていうふうに思います。自分すごいずっと夢だったんで、もう野球といったら甲子園っていうつながるぐらい立ってみたい場所の一つでもあるんで、そこに立てるためにもっともっと頑張らないといけないなって思うし、全員一丸となって頑張りたいなと思います。で、背番号に関してはみんなに2回投票してもらって、25人をメンバー入りにと思って投票してほしいというふうにお願いして投票してもらいました。自分の番号を真摯に受け止めてください。そして覚悟を決めてください。8番花本、はい、ありがとうございます。はい、よろしく頼む。9番大谷、はい、まあ、あの毎年心大がやってくれるって信じて夏には挑んでます。すごく大きなものを目の前に用意していただいたというか、そういうところを目標に戦えるっていうことがまた素晴らしいことだなっていうふうにも感じてます。続いて行われます第2試合、
へしを立たせてあげたかったなって、うん、まあ自分自身がっていうよりかはもうとにかくあの履正社の選手がそこに立ってる姿見たかったなっていうふうに思ってます。すごい悔しいけど悔いはないと思う。よくついてきてくれたと思う。すっごい頼りなくて何にもできひんかったけど、なんかみんなのおかげでここまで成長できたなっていう、自分自身ではすごい成長したと思います。甲子園っていうところには行けへんかったけど、こうやってみんなと最高の思い出が作れて、自分はそれが一番嬉しいです。野球やってきてよかったなって思います。甲子園は行けなかったんですけど、本当に野球やってなかったらこのメンバーにも会えてないですし、もう続けてきて本当によかったなって思います。女子野球に伝わって女子野球すごいねんぞっていうところを皆さんにお届けできたらなって思います。